はい、皆さんおはようございます。渋市でございます。いつもご視聴ありがとうね。渋市、渋市、またこんな田舎に来て、どこ行ってんだこれ。いつも山の中行ったり町の中行ったり、今日はね、今日はまだ面白いところへ来ているんだな。皆さんにね、ご紹介したいところがあるんで、ここに来てますよ。紹介とどうか分かりませんが、ちょっと見てみましょうか。これはね、変な名前の駅。変な名前といってもね、すごい名前なんです。ちょっと見えますか。ちょっとね、ここにね、道道があるんです。道道が。ちょっと見てみましょうか。あれあれ。さて、この子供たち、3人いてますね。さて、この方たちは誰でしょう。ちょっと。竹蔵って左がおつ、右がまた八だって。これね、岡山県宮本武蔵駅にやって来ておりますよ。珍しいでしょ。智頭鉄道さんの宮本武蔵駅ね。宮本武蔵が生まれたところです。綺麗にねしてくれてありますよ。お花も飾ってね。これ何か、何でしょう。何か地みたいやね。何でしょうこれ。カタカナの王みたいね。おつう、あ、おつうさんやね、これね。なかなか粋な、粋な羽やね。智頭鉄道、左は大原宿、右が智頭塾。ここはね、稲葉街道の何か宿場町の近くかな。ここはね、大原塾って書いてありましたんでね、ここにこのような宮本武蔵駅というね、珍しいところがありますんでね、ちょっと見に来ておりますよ。皆さんもね、一緒にね、見に行きませんか。もう電車来へんかな。私がね、来るとね、だいたい電車が来るんです。名前の通りの駅名ってここぐらいじゃないかな。他、はい、ちょっと見せてね。宮本武蔵駅、ね、何これ、これ何でしょう。小井山形駅、15分停車書いてますね。地図、鳥取の方向へね、鳥取の方向へ行くとこですよ。こちらはね、岡山方面。だいたい1日1時間に1本ぐらいね。だいたいね、鳥取から地図まで来て、地図から地図急行の地図線。あ、濃い山形ありますね。濃いしね。
宮本武蔵駅ずっと来ると姫路通って岡山、あ、姫路通ってここまでが JR やからね、ここから JR やからここまで上郡でしょうかね。それではちょっとホームのとこへね入らせていただきましょうか。うわ、ホームといってもね、もう向こうは皆さんのお家ですよ。あ、トンネルだってね、いいね。どうです？宮本武蔵駅ってね、いいですね。ちょうどこう構えるとね、向こうから電車が来ないかな。この有名な陶器で作っておりますね、作州宮本村宮本武蔵なのだ、元祖二刀流、皆さん知っておりますかね。あまりにも有名な佐々木小次郎との決闘、今まで試合をしてね、一度も負けたことがありません。そのような剣豪、まあ知らない人はいてないでしょう。この向こうにはね、鳥取道通っておりますのでね、何かのんびりした、時間がね3倍ぐらい使ってゆっくりしているような場所ですね。この後ね、ちょっと向こうの方に 山やないわ、屋根が見えてますね。宮本武蔵、え、道場、道場じゃないね、高道館か何かいうのがありましたんでね、それ最後にちょっとお見せしますんで、また別にね、あの宮本武蔵の生誕の地とかありますので、また他の動画もね見てくれましたら、より一層わかると思います。ちょっとね、次の画面がなければ電車が来てくれないかな、ちょっと待ってみましょう。この後に映ってなければね、電車が来ないということで、あとはよろしい、まあそういうことでね、よろしくお願いします。駅の下に待合室がありますのでね、ちょっと覗いていきましょうか。武蔵がいるって、ああ、武蔵がいてましたね。お通も竹戸茶はまた、またあち、なんかそんな3人いてました。また皆さんね、宮本武蔵好きな方はどうぞこの駅と、そしてこの近くのね生誕のお家がありますんで、それをねまた見に来てくださったらいいと思いますよ。電車でね来る方はね、地図急行に乗ってね、宮本武蔵駅で降りてくれたらね、歩いたら700メーターから800メーターというところですね。はい、ただいま朝の9時13分、
なかなか可愛いね。うん、こちらからでしたらね、もう全部見えますよ。宮本武蔵がいてまして、ようこそがありまして、また宮本武蔵がございます。すごいね。あんなん来た？びっくりした。これは電車でなく、ジーデルですね。下り電車、鳥取方面に向かいました。ここはね、剣豪宮本武蔵生誕の地、宮本武蔵駅でした。こういうのね、好きな方は皆さんここへ来てね、また宮本武蔵を忍んでくださいね。それではどうもありがとうございました。宮本武蔵さん、よろしくね。登録お願いね。皆さんもね、宮本武蔵に負けず劣らず登録してくださいね。それでは岡山県よりお送りしました。またね、次はあなたの町に行きます。さよなら。